ストライクドッキング、こんにちは、みやぼうです。かさです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は未開の大地が本日来ました。なんだこの BGM は勝手に今ほんとうのおで出した音なんですけど、はい、ということで未開の大地がね、13回っていうのかな、13の地が、はい、今回降臨いたしましたので、まあ初見です。やっていきたいと思います。マジで何もわかんないです。で、カラさんはまだやってなくてわかんなくて、はい、とりあえず12まではクリアしました、前回のところまではね。はい、ということで今回の13のゲームはこちら、重力ブロック、そして魔法陣で、びっくりばくれ重力と魔法陣についております。そして属性効果アップ、属性効果アップでね、うん、で、ハートなしステージ、全敵弱点なし、ほうほうほう、もう全敵弱点なしって言われた時点で貫通なんかあんま入れたくねえなと思う。そうだよね、うん、とりあえずキャラ構成からちょっと話し合っていこう。で、属性は木、木ね、はい、どうしますか、初見。いや、まあ最近のね、キャラで使いそうなのが分かりますよね。爆豪さんでしょ。爆豪が好き、カズキじゃない、カズキか、失礼しました。じゃあ反射で相当していくよ。爆豪しかいねえ。あ、そうなんだ。あれ、いると思ったけど爆豪しかいない俺。え、じゃあ爆豪じゃんブロック入れてんじゃない。入れてない、入れてないんだ。貫通すると、え、少ないねマジで。じゃあ魔法陣最悪いらないか、少なくない。俺減速仮面したごめん。そうですな、さすがにおかしいな失礼しました。いや、ブチ切れ案件でしょと思って、はい、あ、でも少ない、でも少ないよ。あ、そう、取らない言うて、ね、言うてこれ反射、あ、貫通だから気にしてる。おお、あー、そうだよね、気にしました。エイジロー、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 いいじゃん。え、でもキロアカちょっと来すぎだね。で、あとランスロット、と X か、こいつ超重力さえ強そうじゃない？あ、動けるね。で、回復もできるよ。で、魔法陣ブーストだからさ、なんかラスロット良さそうだな。回復なしだったよね、ステージ確か。うん。回復いた方が確かに楽そう。全含みだとこんな感じ。少ないな。降臨だとカモちゃん。どっちがいいんだろうね。まあ、とりあえず行ってみるか。ガチャゲンモリモリで。あ、ヤマトも強そうじゃない？めちゃくちゃ。俺もヤマト持っていくわ。オッケー、じゃあヤマトと、と俺爆豪、爆豪、じゃあ俺霧島エイジョにするわ、俺好きだから。よい、上、じゃあこれで、じゃあ爆豪はあえて、あえてね、あのヤバいと思ったら爆豪にしよう。いやーマジ楽しみだな。いやね、未開の大地やっぱ初めてのさ、ステージはさ楽しみなんですよね。こうやって多分ワクワクしながらねやるとは思うんですけど、どんな感じかな。あー、コネクト発動しない。あ、でもいいんじゃない、元素株でしょ。魔法陣だったごめん、ダメじゃん。そうだな、異なる、あー、そっか、俺霧島2体入れちゃってるからだ。魔人侍だもんね、こいつ。あ、じゃあアクシスか。アクシスだから、あ、じゃあ俺が霧島変えればいい、俺が一体変えるよ。じゃあ霧島変えて、ランスロットいけ、ランスロット正規したしね。 OK、 これでいこう。いいじゃん。そうか、コネクトのあれがあるのか。じゃあこれでいきましょう、初見スタート。よし、そう、2回はさ、マルチでさ、大概クリアなのがいいじゃん、めちゃくちゃ。素晴らしいよ、素晴らしい、すべてそうするべき。一番楽しみにしてんだよな、2回の大地がね。終わったらガチャ引けるし。そうで、いこう。なら、これ剣パネル、パネル上行くの、一旦普通に挟まってみていい？ごめん、普通に挟まれなかった。なんか硬すぎ、好き、硬すぎ、言われた。え、あ、そこ天狗やん。そこ挟まってる。まあ、今の感じだともう全然ダメだったよね。あー、なるほどね。まあね、1ステージ目とかね、あれを教えてくれるやつだからね。大概あいつ透明化してるね、多分透明化してるよね、これ。してない、半期モードだけ。半期モード、ちょっと見づらいな。暴れてみていい？どうぞ。これ混乱してるよ。あー、ダメだ。これ一回触れると、おお。それで、なるほどね。原さん混乱状態です。注意。
かも攻撃アップさせてくれる。やかましい。でも攻撃アップは剣振れればなるのかな。じゃあもう上の剣バーンって組んで、ちょっとでもボスに振れればと。あ、そっか、暴れちゃうとダメージ。まあまあいいんじゃない、ちょっとまあ、ちょっとまあいいんじゃない、これで、あ、さっき、え、何度してあ、でもそんなに痛くないね、こんな、うん、そんなに思ったよりはな。3000で、あ、でもこれもう混乱してるけど、もうこれ抜けに行くっしょ、うん、まあ1ステージは大概説明だからね。綺麗にうますぎ、うますぎ、うますぎスルー、うますぎ、触れないだったら、ね、うますぎ。でも突破はできるね、突破はできるね。あ、できねえわ、これ天狗倒さなきゃいけないもんね。とりあえず全部倒して、じゃあこれ剣全部、ちょっと正直あんまよく分かったな。え、これどうやってダメージ？1回しか打ってない、いっぱい剣触れて一発ゴーンって殴るんじゃない、これ3体コーナーだ、これもうやばいな。え、俺がこんなしてないから、ここである程度ダメージが稼げれば OK ってことでしょ。うん、攻撃なのに、これで解除して、あ、思ったよりあれだったわ。でも回復良くない？超いいな、うん、回復ないときついぞ。で、次のヤマト、ヤマトもまあ同じ軌道で解除してる。なんか立て返してるんですよ、一旦。ああ、なるほど。もう当たる、なんかいいポジだったら攻撃しに行ってもいいけど、当たんないようにダメージ。そう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 、うまいな、お前だてか。これあれが出てる。あれね。あ、あ、真ん中のホーミングだったか、さっきの。なるほど。あ、結構歯応えやっぱありますね。さすが13まで来ると。面白い。面白い。じゃあもう一回やろう、もう一回。やっぱパワー型、これ超パワー型ワンチャン強いんじゃない、めちゃくちゃ。あ、まあね、いて2倍入るから。弱いよ。あとは当該。出た。全部剣触れて一発バーン、バーン。楽しそうじゃない？いや楽しそう。SS 打てれば。で魔法陣最悪助けられるから、今何個だったの？複数。あ、複数か。やらしいね。だから初手さっき俺の動きが浮かんだ。挟まりに行こうとしちゃったから。じゃあこれはもう暴れで。暴れっていうか、上の剣を踏むに。はい、いいね。あんな動かねえな、霧島くん。まあね、ウィンドウが出てこないとね、超ウィンドウだから。この場合どうだろう、やっぱ挟まりにいるのが一番俺は入る。挟まりっても倒せないから、暴れた方がいいと思う。暴れた方がいいかな。天狗つけるし、絶対。天狗つけるから上に。そう。あ、いい、いい、暴れだよ。いい暴れだよ。これで戻ってきて、振ってくれれば。一回でもいい。殴れないとは。まあ、しゃあな、しゃあな。しゃあな、しょ。これ状態上回復ちょっとあったらね、もっと楽そうだけどね。ちょっと気にしちゃうよね、これ気にしちゃうね。あと友情出せなくなるのが、あとはあれだね、まあ、混乱してると、あの嫌なポイントだね。そうしよう、そうしよう、もう一回、おっ、あー、嫌なのか。よし、これででも剣食えるからね、ザコ倒せば。そう、この時やっぱもう正直どうでもいいもん、ね、あの剣パネル踏めればさ、面白い面白い。これ状態上回復いったらマジで別にさ、振り付けたさ、綺麗に、おー、ナイス、全振れ、振れるとあそこなんだ。1、2、3、4、5振れ、5振れで、今の回復回復素晴らしい。2振れ、2振れである。おー、150だ。結構倍率かかってない？でも回復のランスロット X はめちゃくちゃいいんじゃないの、これ。こういうところは、あ、来たよ、敵少ないね、少ない。あの天使なんだよ、天使なんだよ、3つそれあるけど天使で、バクオ君ちょっと危ないですね、混乱なんで。はい、天使しかも攻撃ない、これ何、消化じゃないかな。とりあえずなんかやってみるか、倒さないとちょっと気になりますね、これは。ちょっと暴れ、はい、いい暴れだよ、いい暴れだよ。そんなに暴れてないな。あ、ヒーリングオールだ。評価値2ページ目きました ね。剣士を倒すとヒーリングオールが展開される。で、全面だね、全面だ。
あのバリアどんぐらい言われるんだろうね。バリア張っとるわ。張っとるよなあいつ。張っとるわ。打ち込んでみるか。全然割れん。割れた割れた割れたけど、これ友情コンボここが出るな。7ターン。毎回張ってくんだけど。バリア1回触れてから剣を触れて1回上げるっていうムーブだ。だから一番最初にボスに行かなきゃいけないんだ。ただただあの間壁との間に挟まるだけではダメだということだね。お、はい、あ、ダメじゃん。1回じゃ割れないじゃん。何回か当たるのに当たって壊した後にさらに剣踏んで当たる。うわー、なるほどね。じゃこれぐるんと割れるまでの間に割れない。やばくない？ここむずくない？なんかどこ当たった？勝手に透けたよね。透けた。なんで？違う、多分判定的に1回当たったら透けるでしょ。でもバリアやったら透けないでしょ。いけない。でもバリア壊して1回当たったらスキルでしょ。うん、そうよね。バリアがさ、今この現状の知識ではどれぐらいで分けれるのかが分かんないからめっちゃ難しいんだけど、剣2個1触れで割れるのかな、3個で割れるのかな、そこら辺を理解したら簡単になると思う。あ、やめか。お、あれ、おい、いいよいいよ。でもブロック持ち大事だね、あそこの天使。すごいブロックないと倒しづらい、ね、倒しづらいね。いやー、なかなか面白いな。でも案外ダメージは入ってんな。うん、もう3個触れて、もうこれ77打っていくよ。配置もしたいし、いくんじゃないこれ。当たれ、よーし、気持ちいい、気持ちいい、うわ気持ちいい。あと3ターン、いけるな。なんか意外と言うよね、これボスになったらちょっとえげつないかもしれない。もしかしたらだからこれとかも左に入って3フレでバリア殴って下の剣も触れて殴んでいくと割れないと、うん、おーでも殴った、オッケー、これで解決。素晴らしい、面白い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 ぞ。じゃモンスターストライブこうやってマルチで楽しむんだ。じゃこれも剣、で天使が出てくる。ゲームボールなんだろう。でもさ、これ逆に混乱してた方がいい。あの友情でさ透けちゃうじゃんボス。あ、そうだな、そうだな。これ逆に状態紹介よくダメか。友情当てちゃいかんだ。私はそう思いました。皆さんはどうですか。ここはちょっと休憩っぽいね。あ、ここからボス出てくるのか。で、多分同じようだね。とりあえず狼やっちゃわだからやりたいね。剣いっぱい触れてけど、すげえ入れそうな角度だったよな。いいよいいよいいよ、それでもまあ選択肢としてはありなんじゃない。でこれ下にカンカン上、あーやべ、あでもいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、多分やりさやれるとかね。おー、ナイスナイス。結局さ、超重力がさだいぶ味方してくれてる感は、うん、あるよね。あんまりスピードアップする意味ないかなと思ったけど、結構イレギュラーなことが起こってしまっているみたいな感じが一番良さそう。これとかもどれぐらいのあれで割れるかなんだよな。割れないよね。帰ってきてドンドーン。いいじゃんこれ。で今とかもう超重力ないとちょっと戻ってこれないかもね。結構スピード不安になるよね。なんか超スピード型のとかいないのかな。いい感じのやつ。あれ爆音はバラ、あ、バランスだもん。スピードなんかいないかな。なんかやっぱスピード足んねえわ。山田さん。あー、ほんとだ。SS でばね、良さそうだ。こいつ結構さ、回転はいいじゃん。ハッターンで打って。ブロックも効果じゃん。あー、そうなんだ。うん、ぴったりだね。で、捨ても高くて。で、霧島君は多分スピード的に無理だから、先にこういう部分をした方がいいよ。壊れない。いけ。マジ。面白いとこから声出た。ちょっとやばい声出ましたね。どうかどうか。これ、面白いね。友情。混乱が味方っていう新たな、ね、なんか
コーナーが求めないか。あ、お前ジャムだわ。あと4ターンあるんで。ジャムだよ。まあ自動分けエースエースもまあ強そうだな。マジ最初はあれだわ。こんなん敵かと思ったんだけど、まさかこういう使われ方もまあありなのか。あれ、やばいことした。やばいことしてしまった。めちゃくちゃ回復してるから。めちゃくちゃ回復してるけど、あと2ターンなんですよね。でも、あと1回なんか殴れれば突破できそうだから、うん、まあそんなに焦る時間ではない。はい。で、ヤマトは SS で。SS当たってないな。うん。角度が良くないんだよな。この回で。一応打っといた方がいいか。なんか、次、地上に行くよって。ああ、打っといた方がいいね。8ターンで回転のいい SS なんで。ヤマトいいじゃん。ヤマトめちゃくちゃいいですよ。はい、強っ。ヤマトいいな。ヤマトいいね。使いやすい。使いやすい。で、これでボス戦じゃないか。あ、そうか、ボス手か。次。え？またなんかありそうな。ハンシャイン。ハンシャイン。何も考えず攻撃もあとあ、来たよ天狗2体ツイン天狗来たよ。なんかすげえいいとこにいるんだよな。君すごいとこにいるね。そう、とりあえず雑魚やりたいよね。雑魚やりたいかな。どっちかなんかセット倒してくれたら。でも高橋先生とかじゃないもんね。高橋先生じゃないじゃん。ちょっと全体にセットするオッケー。いいよ。いや、うまい。また一回試した。うまい。これで解決。それは天才ムーブじゃないか。からの。あれ、ホーミング2発食らったらさすがにやばいよな。やばいから、これ4体内に。え、やばくないこれ。これ、欲張らず1体ずつじゃね。1体ずつじゃない。最悪1体のホーミングは切れるから。ね、さっきの感じだとね。うん、まあ、ダメージは変わってなきゃ。あー、けてる。やばい、むずい、ここ。あ、これそっか、横でムーブしていけないんだね。多分横でムーブしていくのがいいんじゃないかな。4つは確実になら1人拾えるじゃん。そうだね。うん、ヤマトはスピード気をつけて。超重力じゃないかな。かよし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 、ワンセットワンセット。結構これ地味な動き、蜂の動きみたいな求められるな。で、あと2ターン。あと2ターンでホーミング打ってくる。で、これも4くれて。まあ、このムーブなんか鉄板だなと思って。お、強い。パワー型来ましたよ。パワー型。さあ、ボス、18ターン。じゃあ、これ、でも面白いな。しょうがない。で、この後にボス来るから、雑魚処理をしておきたい。だけ動くようにしたい。超重力ありがたすぎ、マジで。ところくんが強いね。で、うん、処理しつつ、あ、回復張ってくれるのありがたいな。次あれだもんね、アンソル X だから。でも上手すぎるかもしれない、それ。ナイス。いや、天才すぎ。ありがとうございます。アンソル天才すぎだもん、それ。で、スコーピカー来ます。中央か。中央だねちょっとやりにくいけど、こうやって戻ってくる動きでいいんだ。多分バリアのラグとかがあるから。よしよし、ほい。えっ、スケタン。あ、友情出てる。なんかそっかそっかそっか、この次のターンに全混乱させてくるんだもんね。うんうん。いや、初手はちょっと攻撃しづらいのか。なるほど。オッケー、これで混乱したから。縦より横の方が触れる。あ、でもいいな。それも予想か。なんか変わらんかな。ああ、確かに。ゴー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 。これもこれで。いけ。おお、強い強い強い。強くね？今多分三つかな。ああ、三つぐらいでも結構なってる。三つじゃね。1、2、3、4、5。5個ぐらい。5個ぐらい増えたか。え、霧島くんちょっとスピードないから自信ない。まあでも本物って感じかな。
ブロックあるから。あ、ブロック、そっか、上はないのか、埋まってはないのか。ボケダウンした。ボケダウンと、あれか、ビンゴーか。バフォームめっちゃ強い。バフォームもいいね。うん、ブロックだし。いや、だが、スピードアップして。おぉ、なんかやばいやついそうだね、これ。これいそうだな、このステージ。マジで塔がやるくない？ちょっとあれ、見あるよね。でも割らなきゃいけないのか、マリア。あ、そうだ、割らなきゃいけないから。塔外対策じゃん。なんだっけ、13倍は出せんだ。塔外対策来ました。なんなら一発で割れないかもしれないから、どんどん威力が下がるか。そうだね。当該対策されたからさすがに強すぎたもんな。とりあえずこいつを1体は確実に処理しておきます。スイヤーマンド天狗できればやりたいよね。先に反射インユーズだとは思うけど、結構選択肢ある。 SS 打っちゃってもいいしね、なんなら。確かにかな。あ、でもあれは友情、あ、いいね。ザコ処理はできそうだね、SS 使えば。うん、余裕で。あれ、まだ混乱かかってないから。友情で、まあ、入んないかもしれないけど。全投下しちゃうから。ダメだ。いや、OK。まあ、ザコ処理、待って、天使やっちゃうともう回復わからんじゃない？あ、湧くわ、湧く。そっか、天使が蘇生だから湧くのか。え？ 3 回しか減ってない？いや、ドクロマンとか3つなかったっけ。あ、まさかだんだ ん, だ ん, だんリミッターがある。リミッターがあるのかもね。リミットがあるのか。いや、わかんねえ。さっきも3だったかもちょっと覚えてないけど。え、暴れていい、これ。いいよいいよ。それちょっと西村のゴール。よしよし、埋めました。よしよしよし、これで剣が埋めた。オッケー、うぇー、美味しい。剣出ないのか。これからさ、ラストショットあるんじゃないですか。じゃあ、ちょっと打ってみますか。弱点ねえけど。弱点ねえけど。で、こっからが本番で。こっからよ。あらろ。おー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 、押せないで。これ行き場を失ったやつはどこ行くの？エピソッド。エピソッドこれ決めれないのかい。打ち上げ花火してる。で、これ反射感あんま良くなくない？うんうんうん。あ、天使わからなくなったね。え、待って、霧島くんじゃねえ、マクボウくん、あれなんだけど、解除されてんだけど。けどあれだよ、 SS じゃなくて友情があれだから、多分先にこれ立てられる。じゃあ行きます。えっ、1個しか売れない、ゆっくり行くか。ストショー、ストショー、おーい。これだけで200、なんかめっちゃ出てるな。なんかズルできそうだね。そうだな、いそう。ちょっと変えてやってみるか。ああ、まあとりあえずクリア。クリア。おめでとうございます。いや、面白かった。いや、面白いな、これ。今回の難易度がいいわ。俺はね、楽しめる。いろんな層がいるから。はい、てな感じで、とりあえず13楽しくクリアできました。うん、まあなんか他も別の動画でやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。楽しかったです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。